皆さんおはようございます。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私はちょっと眠いですが元気にしております。では夜明けじゃない、寝起きの一人語りスタートさせていただきます。あー美味しい。土曜日ですね。今日は私の父と母の結婚記念日です結婚記念日です。はい、そうですね。そうなんですよ、結婚記念日です。だからどうしたっていうこともないんですけど、はい、もうお父さん死んじゃってるし、はい、まあね、まあそんなところです。はい、今日はねたくさんアルコール飲むんで、はい、まあ、ヘパリーゼ飲んでね、はい、頑張ろうと思います。いや、これ曲作りもしたいんでね、早めに起きちゃいましたね。頑張ろうと思います。今日も頑張ろうと思います。まだ9時だ。まだ全然時間があります、はい、その間に家事を片付けちゃいましょう、はい、そして曲作りまで行きましょう、はい、どんな一日になることでしょうか。今日はね、大荒れですよ。僕は酔っ払って大荒れですよいや演出上大荒れ、酒の力も借りて大荒れ。はーい、飲み終わった。喉乾いてたんだな、すぐ飲み終わっちゃったな。あー、今日はたくさん水飲まなきゃいけない日ですからね。あの、日本酒飲んではチェーサー飲んで、日本酒飲んではチェーサー飲んで、あの勧進帳の弁慶みたいになっちゃいますよ。はい、わかります、わかります。勧進帳の弁慶、あの歌舞伎の、はい、あれになっちゃいますよ。はい、まあいいでしょう、それはまあいいとして、はい、では今日も頑張ります。はい、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。